水沼選手は一昨年の世界選手権 100m バタフライで50秒81の日本新記録を樹立し銀メダルを獲得しました。現在来月のオリンピック選考会を前に長岡市で合宿に臨んでいます。泳ぎの精度もすごく高くなってきていて、まあ、今日も泳いでてすごく手応えのある練習が積めていたので、まあ、かなりこういい状態。以前より体のうねりを使う新たな泳ぎを磨いてきた水沼選手、2大会連続のオリンピック出場を目指します。選考会はしっかりと自分の自己ベストを出すっていうところを一つの大きな目標として皆さんの声援を力に変えて泳ぎたいと思います。選考会の 100m バタフライ決勝は来月24日です。